スリープリークス講師の大鶴です。はい、栄養失者のイーツディエッサー第2弾ということで、前回ボーカルを題材にして基本的な操作を見ていただきましたけれども、今回は応用編です。ギターのトラックと、あとマスターにかけていくというテクニックについて解説していきたいと思います。はい、ではですね、ディエッサーをかけていくギターのサンプルからお聞きください。こういうギターのアルペジオですけれども、この中に Q というですね、いわゆるフィンガーノイズというものですね、この音です。はい、これはですね、まあ生演奏のギターの味といえば味なんですけれども、あんまり強く出すぎるとちょっと耳障りかなというものですね。従来はボリュームのオートメーションなどを書いて抑えるという編集が一般的だったんですけれども、このあたりを E2 ディエッサーを使って効率化していけるかなというところが今回のテーマになってきます。では早速立ち上げていきましょう。まずはプリセットから、この中にギタースクイークスというのがあります。このスクイークスというのがさっきのキュッという音、フィンガーノイズですね、これを抑えるというプリセットになります。スクイークスゲイン&オートというのを選んでみましょう。このプリセットがどういうものかというと、まず見ていただきたいのはこちら、モードというところですね。こちら前回触れませんでしたけれども、ここでどういったソースにかけていくのっていうのを決めておくってことが、このプリセットの中に含まれています。こう見ていただきますと、ボーカルであったり、まあバックボーカルとか、あとステレオ素材にかけていくものなんかもモードとして含まれてたりしますね。はい、プリセット変えるとここが変わっているってところも一応覚えておいてください。あとですね、この EQ の画面の方を見ていただくと、この間のようなシビランツ EQ のカーブがないですね。これどういう状態かというと、シビラントが入ってきたら、特定の帯域ではなくて全域にわたってワイドに抑えていくという設定になってます。これどうやってこういう設定にするかというとですね、もともとこの赤い線が真ん中にあるんですね。これをそのまま下げちゃうとシビランツ EQ ではなくて全域を抑えますよっていう設定にすることができるということですね。はい、ではまずこの状態で一回検出してみましょうか。はい、明らかにちょっと拾いすぎの状態ですね。なのでセンシティビティ下げていきます。こんなもんですかね。はい、このあたりに境目ありそうですね。バイパスと聞き比べてみると、あんまり違いがわからないですよね。これなんでかっていうと、このプリセットの初期状態がこちら、ドライウェットという項目がありまして、これが真ん中あたりになっていると。これつまり、ディエッサーかかってる音とかかってない音、半分半分ということですね。結果的にこういうところに持ち込むことってあるんですけれども、まず分かりやすいようにウェット全開にしておきましょう。比べてみると、結構抑えられてるっていうのが、さっきより分かりやすくなったかなと思います。さらにですね、分かりやすくする機能として、この右下のところにですね、シビランツリッスンというボタンがあるんですね。これを押すと、検出したシビラントの部分だけを聞くことができます。ちょっと聞いてみましょう。こんな感じですね。これで押さえる前と押さえた後比べるっていう方法が実はありまして、先ほどのドライウェットですね。これをドライの方に持っていっちゃうと、これが押さえる前の音ですね。で、ウェットに全開持っていくと、これが押さえた後の音と。こういう風に聞いてますよっていうのがよくわかると思います。これもっとわかりやすくするために聞きをもうちょっと強くしてみましょうか。下げる幅、こっちも下げておきまして、さらにアマウントも全開にしてみましょう。これで聞いてみると、ドライに持っていってみます。かなり違いが出てるっていうのがわかりますよね。ではこの設定でですね、シビランツリッスンを切りまして、オケ全体の中でも聞いてみましょうか。もしも昨日、ちょっとセンシティビティ強かったですね。下げましょう。もしも昨日はなく、はい、これでここだけ反応したんですけれども、今度はですね、抑えすぎてフィンガーノイズが全く聞こえない、味がなくなっちゃったという感じもするかと思います。その際はこの設定からドライウェットで調整をしていくというやり方を僕はお勧めをしたいと思います。と聞いていきましょうか。もしも昨日はなく、はい、少し聞こえてきましたよね。これもうちょっと下げていくと、もしも昨日は、ちょっとうるさいかなと。やっぱりこの辺ですかね。
もしも昨日はなく、はい、あえて強い設定にしておいてドライウェットで調整していくという形が僕はギタースクイーズではやりやすいと思います。ぜひお試しください。はい、続いてですね、マスターにかけていくという使い方についてお話ししていきたいんですけれども、まず大前提としてこれは2ミックスに書き出されたものに適用していくというケースだと思ってください。2ミックスに書き出された段階でボーカルにシビラントが残っていたと、あまりちゃんとディエスター処理がされてなかったという場合ですね、通常だったらそれだけ取り除くっていうのは難しいんですけれども、この E2 ディエスターはなんとそれができてしまうという機能があるんですね。じゃあですね、あえてディエスターかけてないボーカルの入っているマスターを聞いてください。はい、結構痛いところありましたよね。はい、これに E2 ディエスターかけていきますけれども、またプリセットからこの中にマスタリングというカテゴリーあります。この中にですね、マスターリードボーカルディエッシングというものがありますけれども、これを選ぶとですね、それができてしまうと。なぜかというとですね、このモードのとこ見てください。ミッドマスタリングと書いてあります。これは実は E2 ディエッサーが中で MS 処理をやって、ミッドの部分センターに呈しているもののシビラントに対してだけ反応するという状態になっているということなんですね。これはですね、面白いほどボーカルのディエッシングだけやってくれますので、ちょっとこのまま聞いてみましょうか。はい、バイパスにして聞き比べてみましょう。もう一度かけてみます。全く違和感なくボーカルの痛いところだけ取ってくれてますよね。くれぐれも言っておきますけれども、これボーカルにかけてるわけじゃないです。全部ミックスされたマスターにかけてますので、それでもこんな精度よく取ってくれるってことなんですね。まあ、ここからさらに前回お話ししたようにシビランツ EQ を動かして強いところを探っていったりとかしてもいいでしょうね。最後にもう一つご紹介しておきたいのが、これはもう本当にマスタリング寄りの話になるんですけれども、2ミックスがですね、まあちゃんとディエッサーもやられてましたという状態だったとして、マスタリングの EQ で高 EQ を上げていきたいというケースありますよね。ただここで EQ 上げちゃうと痛い部分が出てきちゃうと。 EQ する前は良かったのに、すると痛い部分が出てきちゃう、キンキンする音が出てきちゃうっていうことっていうのはよくあると思います。そういった際にですね、 E2 ディエスターのボイスド EQ の機能を使えば、痛い部分避けて高域の EQ かけていくことができるということなんですね。ちょうどいいプリセットありますので選んでいきましょう。マスタリングの中からマスターエア&オート、これを選んでみますと、はい、このようにボイスド EQ で高域がグッと上げられてますよね。そしてモードはステレオマスタリングというモードになっています。じゃあ効果を実感していただくために、まずバイパスから聞いていただいて、はい、今の時点ではシビランと感じられないですよね。この状態でバイパスを切って、あえてセンシティビティを下げて、ただの EQ として使ってみましょうか。高域を上げただけですね。はい、高域上げたことによって、もともとなかったシビラントが出てきちゃった感じっていうのがしますよね。はい、これに対してセンシティビティを上げていってあげる。ちょっと強めに入れてみましょうか。はい、こうしてみると。はい、このように高域に EQ でブーストをかけても痛い部分が出てこないと。このボイスド EQ が選択的に効いてくるっていうところが、マスタリングの EQ にも活かせるということなんですね。はい、このあたりがですね、単にディエッシングを行うだけではない、ダイナミック EQ としての E2 ディエッサーの可能性というものを、まあ、非常に大きく感じさせてくれる部分ですね。はい、というわけで2回にわたって E2 ディエッサーの解説を行ってきましたけれども、まあ、他にもですね、オーバーヘッドとか面白そうなモードもありますので、ご興味持った方はぜひ手にして試してみていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。スリープフリークスでは、より多くの視聴者の皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツ作りを心がけております。こんな動画があると嬉しい。こんな企画を開催してほしい。この商品を紹介してほしいなど、皆様の貴重なご意見をお聞かせください。弊社ウェブサイトにご意見ボックスをご用意しておりますので、こちらのリンクからアクセスをお願いいたします。なお、プライバシーは弊社が責任を持ってお守りいたしますので、ご安心ください。今後ともよろしくお願いいたします。